人頭主頭法、人頭接種法とは、天然痘に罹患した患者に生じた脳法や、かさぶた側の一部を健常者に接種することで、天然痘ウイルスに対して人工的に免疫を弱気、獲得させる方法であり、人類最初の人工的な予防接種である。人頭法による天然痘予防は古くは、紀元前1000年頃のインドですでに試みられており、 イギリスのエドワード・ジェンナーが1796年5月14日に行った牛刀死刀法、牛刀摂取法の有効性が検証され、一般的な方法となるまでアジアやアフリカなどで広く行われていた首刀法である。天然痘ウイルスの電子顕微鏡造期限前1000年頃には、すでにインドや中国では天然痘に罹患した子供は天然痘に二度罹患しないことが 経験的に分かっていたという。記録に残されている最も古い人痘法による首都の記述は15世紀の中国の書物に見つかっている。首都は天然痘の自然流行に備えて、そのウイルスをあらかじめ人体に感染させ、抵抗力を準備させておくという療法で、今日でいう免疫療法の走りである。中国では同じ考え方に基づいて天然痘患者の 刀の農獣やかさぶたを治療の材料に使った人頭手刀法が古来行われており、中国の古遺書にはすでに手刀の用語があり、その手法説明の中に水ない手法、ひでりない手法、糖病、千苗、保守などの表現が用いられており、手刀が植物の栽培と同じような観念で捉えられていたことを示す。ちなみに人刀法の時代から種は食と 道義で用いられ、党を植え付けるという意味で、主党と表現されていたようだ。現に、口述する牛党主党法について、昭和の半ば過ぎまでも、植え暴走という呼び方があったことと符合する。また、その伝来当時には、主党は、節党とも言われていたが、それは、主党の根拠説明について、庭木の継ぎ木の考え方に例えて、 オランダ人が、説を用いているからだともされていた。今日常用されることは予防、摂取につながる表現である。天然痘に対する主頭法の表現には混乱が生じることがある。人痘法も牛痘法も天然痘を未然に防ぐという点で予防摂取であることには変わりはないが、以下の理由から二つの用語を区別する必要がある。まず、人痘法とは本来、 天然痘患者の脳やかさぶた側を天然痘未感染者に人工的に食付けることで天然痘未感染者が天然痘ウイルスに対して免疫を獲得することを目的とした手法である。後の時代に予防接種を意味することになる。バクシネーションとは天然痘の予防という点で目的は同じであるが天然痘未感染者に食付ける海が人由来か。 牛由来かで呼び方が異なる。すなわち、人頭法では、人由来の物質を使用したが、牛頭法では、牛由来の物質を使用した。次に、人頭法と牛頭法では、天然頭未感染者で免疫を弱気するためのウイルスの種類が異なる。人頭法では、オルソボックスウイルスに属する闘争ウイルスが使用された。一方、牛頭法では、 オルソポックスウイルスに属する牛頭ウイルスが当初使用され、後にオルソポックスウイルスに属するワクチニアウイルスが使用された。バクシネーションという表現は、英国のエドワード・ジェンナーが牛頭を発症した牛から得た農法を天然痘未感染者に食付けることで天然痘が発症しないことを確認して、以降の1800年に用いられた造語である。ジェンナーはラテン語で、 牛を意味するバカから牛由来の物質をバキシーンと呼び、バキシーンを天然糖味感染者に対して食付ける行為をバクシネーションと呼んだ。なお、本来は牛糖法を意味していたバクシネーションは後にあらゆる感染症に対する予防接種という意味で認識されるようになった。これはフランスの生科学者、細菌学者であったルイパスツールが エドワード・ジェンナーの功績を称え、あらゆる感染症に対して人工的に免疫を獲得する方法に、バクシネーションという表現を当てはめたことが理由である。ありがとうございます。